はい、皆さんこんにちは。園芸チャンネルのゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、こんな感じでね、いろんな花があるんですけども、四季咲きについてお話をしていきたいと思います。やはりですね、四季咲きと聞くと、やはり皆さんもう一年中ですね、綺麗なお花が楽しめるかと思っている方が非常に多いかと思うんですけども、実は四季咲きとラベルとかですね、書いてあってもそうじゃないパターンが多かったりします。そこで今回は四季咲きについてですね、詳しく話をしていきたいと思います。このゆうきの園芸チャンネルでは、ガーデニングや園芸が好きなあなたに向けて動画を配信しています。特に今回はですね、今からガーデニングを始めようと思われている方、四季咲きの商品を買おうと思われている方、もっともっと園芸やガーデニングを深く知りたいと思われている方に向けて動画を撮っていこうと思っています。今回の四季咲きについての動画を最後まで見ていただければですね、四季咲きについてのですね、イメージが変わるかと思いますので、ぜひですね、最後までご覧ください。またですね、ゆうきの園芸チャンネルでは植物に関するいろんな情報を動画でアップしています。植物が好き、花が好きな方でですね、チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をこちら、よろしくお願いします。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということでですね、これ冒頭でもですね、お見せしたんですけども、まあ、こうやってね、花、いろんな種類の花があります。これはですね、ローダンセマムという花になります。これはですね、ネメシアという花になります。これはですね、イングリッシュデイジーというね、花になります。で、ラベルとかを見るとですね、この花はですね、四季咲き性がある花ですよというように書いてある、ね、花の品種も多くあるかと思うんですけども、皆さん、それにですね、惑わされないでくださいというのをですね、今回は伝えたいと思います。というのもですね、四季咲きというですね、意味合いは、一年中ですね、花が咲くという意味合いになります。これは僕のですね、考えなので、じゃあ、これはちょっと違うだろうというようなですね、質問などがあればですね、ぜひコメント欄にですね、書いていただけたらと思います。僕もですね、いろんなことをですね、園芸、ガーデニング等を学んでいきたいと思ってますので、一緒にですね、勉強ができたらと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。そこでですね、四季咲きについて話をしていきたいんですけども、まあ、四季咲きというのは先ほどもお伝えしたように、一年中花が咲くというイメージが強いかと思います。まあ、冬でも、夏でも、もちろん春でも、秋でもですね、一年中、で、この花を買えば満開にですね、花がついてるんだろうなって、咲くんだろうなっていうですね、イメージを持たれてですね、特に初心者の方は、四季咲きの品種をですね、買われる方も多いかと思うんですけども、四季咲きと書いてあってもですね、結論から言うとですね、夏とかですね、冬にはですね、花が咲かない場合が非常に多くあります。それはなんでかというとですね、夏に関して言えばですね、まあ特に四季咲き性のバラとかですね、よく聞くかと思うんですけども、特に夏に関して言えば、バラはですね、つぼみはつけます。ただですね、温度が高すぎて高温になってしまうとですね、植物自体がですね、弱ってしまって、花がですね、汗で飛んでしまったりとか、枯れてしまったりしまいます。で、あとはですね、花自体がですね、咲くんですけども、ほんとちっちゃな花しかですね、咲かない場合もあったりしますので、四季咲き性というですね、特性があってもですね、日本の暑さで夏はですね、花がつきにくいというのが現状です。で、逆に冬は冬でですね、日本の冬はマイナスになったりとかします。雪も降ったりしますので、四季咲き性の品種でもつぼみはつくんですけども、ついてもですね、それは霜に当たってしまって、凍結して枯れてしまったりとか、いう場合が多いかと思います。バラがですね、育ちやすい環境で一年中ですね、育てていればですね、おそらく四季咲き性の品種はですね、一年中ですね、バラの花をですね、綺麗に楽しむことができるんですけども、なかなかですね、そういった環境では現実はないので、どうしてもですね、夏の暑さであったりとか、冬の寒さでですね、花がですね、飛んでしまったりとか、つかなくなるようなことがあります。あとはですね、必要な栄養分がですね、足りなくてですね、花芽がつかないような場合もあったりするんですけども、そういったですね、四季の変化、温度の変化でですね、本来は四季咲き性の品種でも、二季咲き、春とですね、まあ、春から初夏にかけてと、秋から冬にかけてですね、咲くような
ものがですね、僕は大半だと思います。なでしことかでもですね、四季咲きなでしことかですね、販売はラベル付きされているものも多くあるかと思うんですけども、基本的にはですね、株自体は暑さには耐えれるぐらい強い品種でもですね、なかなかですね、花がですね、夏の暑さで、ね、耐えられずにですね、焼けてしまったりとか、小さくね、なって、本当に従来のですね、本来の花ではないような花がですね、咲いたりしてしまったりしますので、特に初心者の方はですね、四季咲きなんで、これを植えればですね、春も楽しめて、夏も楽しめて、秋も冬も楽しめると思って買っているとですね、夏とかですね、うまく花が咲かずにですね、ちょっとショックを受けてしまうような場合もあるかと思いますので、その辺のですね、暑さだったりとか寒さでですね、花はつくんだけども、花がね、うまく咲かなかったりとかするようなことがですね、環境の変化で起きるんだよというのをですね、頭の中にですね、入れておけばですね、買ってですね、実際に育てるときにですね、夏とか冬になったときにですね、ショックがですね、少なくて済むのかなと思います。株自体はですね、基本的にも、四季咲き性っていうように書いてあればですね、夏とか冬にもですね、強い品種が多いかと思いますので、株自体はですね、しっかり残るかと思うんですけども、四季咲きの品種でもですね、メインは春と秋、咲くとですね、持ってもらった方がですね、日本の場合だと間違いないのかなと僕は思います。なのでですね、もしよかったらですね、買うときにですね、そういうふうにですね、思いながら買ってもらえたらとても嬉しいです。はい、ということですね、今回は四季咲きについて話をしました。四季咲きとですね、書いてあるような品種もたくさんあるかと思うんですけども、僕が思うにはですね、日本だと四季咲きと書いてあっても二季咲きのものが多いのかなと思います。なのでですね、皆さんも買われるときに、四季咲きって書いてあるんだけど、春と秋楽しめたらいいのかなぐらいのですね、気持ちで四季咲きのものをですね、購入されたらですね、その後のショックもですね、少なくて済むかと思いますので、僕はおすすめです。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画を見ていただいて、いいねと思われた方はぜひ高評価お願いします。またですね、ゆうきの園芸チャンネルでは、植物、花、ガーデニングなど、ためになる情報を動画でアップしています。もしですね、花やガーデニング、園芸が好きで、チャンネル登録まだの方はぜひ、こちらですね、ポチッとチャンネル登録をよろしくお願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また見てください。バイバイ。